作戦をもっとりました。まずは今の率直な感想を聞かせください。伊藤選手からお願いします。勝つしかない状況で、中で負けたことありますと思いますし、今日も、皆さんの応援が力になりました。ありがとうございます。そちら、今の感想を聞かせてください。T シャツに着てもいいですか。どうぞ。中村選手、今のお気持ちはいかがでしょうか。まあ、今、翔も言いましたけど、本当にアジアを、まあ、この T シャツにも書いてありますけど、本当に取りに行っているので、まあ、今日も丁寧に試合で勝てて終わっています。やるだけなんで、皆さんまた熱い応援よろしくお願いします。はい、まあ、今日勝てましたけど、交戦ない形で負けて、まあ、アントラーズで負けて連敗して、まあ、その中で本当にこうやってたくさんの人に応援に来てもらって、で本当にやっぱりマリノスが持つエネルギーとかやっぱり伝統を持ってすればやっぱり頂点取れると思うので、まあ、ぜひみんなで力を合わせて。駆けつけてくれたっていうことは僕たちはすごい嬉しかったし、皆さんに恩返しがしたいなと思ってたんで、これからも頑張ります。